まずパッキングしていきます。前のこのハンドルバーバッグにはすぐに取り出したいもの、これはまだ3月の中旬で寒いこともあるだろうから、サイクルウェアの上に着られるような上着を入れておきます。で次に、今これちょっと便宜上前の一眼レフを入れてるんですが、今この撮影してるカメラをこの白馬のケースに入れて入れておきます。もちろん転倒したらまあおしまいなんだろうけど、まあ一応気持ちの問題で一応ケースにちゃんと。で、よいしょ。よし。で、前はおしまいと。さあ、次に、このトップチューブバッグ。ここは、一番取り出しやすいもの。まああんまり良くはないけど、走りながらでも一応取り出せる場所にあるんで、こういった健康補助食品、ウィダーインゼリーとかアミノバイタルとかを入れておきます。これ2つ入ってこれでいっぱいかな。次はこのフレームバッグ。ここはここにスマホとか取り、スマホとか GoPro を取り付けたいんで、これを走りながら充電できるようにここに一応充電器、モバイルバッテリー機を入れてます。この大きいタイプ、大きいタイプと小さいタイプ、いざとなればここに入るかも。上のトップバーに、あとは電池類ですね。 GoPro Max の電池と、あと GoPro の電池、あと一眼レフの電池も一応ここに入れて予備バッテリーとして入れときます。あとはまあちょっと使うかどうか分かんないけど、 GoPro をもし徒歩とかで使うとき用の自撮り棒です、こんだけ長くなるかな。もし外で使う場合はこれを持ってきます。でこのハンドルバーバッグには左右あって、まあ、こっち側の方がその容量が入るんだけど、一応反対側にも入れるところがあって、この反対側にはケーブル類、充電する用のケーブル類と、まあ、万が一 GoPro の電池がなくなった時用に、充電器も2つ入れてあります。これが GoPro Max 用 で、あとこっちが、GoPro Hero 7用かな。さあそして最後、このサドルバッグにはまあいざって時に使うものとか、あとやっぱ大きいものはここに入れます。で一応ここには、修理キット、万が一パンクした時用にチューブと、タイヤレバー、あとは、空気入れだね。電動の空気入れ。これは紹介した動画もあるんで、よかったら見てください。びっくりした。急に電源が入った。これなんか誤作動しないように、なんか、ちょっとボタンの場所考えとかないとな。
で、あと今回持ってくもので、でかいもの、この一眼レフ用のジンバルを今回初めてここに積んでいこうと思うんですけど、またこれがとにかくでかいんですよね。なかなかこう小さく収納できないんで、まずこの三脚部分を下に入れて、誤作動しないようにちょっと電池外しとこう。よいしょ。よし、これで大丈夫かな。今週末行く浜市のバックパッキングをやってきました。今回の自転車旅行はリュックを一切使わないで、この自転車に直接つけられるバッグだけをつけて一周回ってこようと思います。あんまり中身に関してはあんまり参考にならなかったとは思うんですけど、まあ後ろのバッグには着替えとか、宿泊するんだったら、洗面道具とか入れたりもできるし、もっとロングを走る人にはこういうバッグがあってもいいかもしれないですね。今週末の浜名湖の天気は一応日曜日は晴れるってことなんで、雨には濡られないとは思うんだけど、そうか、このバッグは完全防水なのは後ろのサドルバッグと下の長細いバッグかな。確かハンドルバーバッグは完全防水じゃなかったような気がするんだよな。もし雨が降ったら前のバッグ2つは使えなくなるってことか。やっぱもしものためを考えてリュックもどっかに忍ばせておいた方がいいかもしれないね。というわけで今回は自転車に取り付けられるバッグのみで浜市の準備をしてみました。それでは怪我のないように行ってきます。